デルカリーこと、ワーデル・ステフィン・カリー一世は、アメリカ合衆国バージニア州ハリソンバーグ出身の、元プロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。息子は、NBA ゴールデン・ステート・ウォリアーズのステフィン・カリー、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズのセスカリー兄弟。バージニア州のホートデフィアンス高校に通い、バスケットボールと野球の両方で州のチャンピオンとなっている。 1982年のマクダナルズ・オール・アメリカンに選ばれた。また、1982年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから指名を受けている。1982年、バージニア工科大学に入学し、1986年までの4シーズンをスターターとしてプレイし、通算2389得点29、295スティールの成績を残した。同時に、 野球の投手としても6勝1敗、防御率3.81の成績を残し、1985年、MLB ドラフトで、ボルチモアオリオールズから14順目で指名を受けたが、バスケットボールプレイヤーの道を選択した。1986年の NBA ドラフト1順目15位で、ユタジャズの指名を受け NBA 入りを果たすと、ユタジャズで1シーズン。 クリーブランドキャバリアーズで1シーズンをプレーした後、1988から89シーズンに新設されたシャーロット・ホーネッツ、マイアミ・ヒートの2チームのうち、ホーネッツに拡張ドラフトで首位指名選択され移籍した。この時ホーネッツに選択された選手には、マグシー・ボーグス、リッキー・グリーンらがいる。1988年から1998年までの10シーズンを ホーネッツでプレーし、主力控え選手として、特に3ポイントに引いてた活躍を見せて、1994年の n b a シックスマン賞を受賞した。ホーネッツ対談後は、ミルウォーキーバックス、トロントラプターズで数年プレーした後、引退した。ありがとうございます。